静岡県道152号富士公園太郎防線富士山5合目から 5.3km 地点富士宮市北山にて静岡県道152号富士公園太郎防線は静岡県にある一般県道である氷富士周遊道路を構成する三つの静岡県道のうちの一つで日本一標高が高い地点を通る一般県道である富士宮口の 新五号目七曲り駐車場付近富士山スカイラインの料金所後のゲート起点富士山頂へは車両通行不能な登山道になっており山頂から宝永河口の西側を通って富士山の南斜面に位置する新五号目へ下る富士の宮ルートと宝永河口の北側を通って東斜面の御殿場側に下る御殿場ルートの2ルートからなる富士新五号目から ふもとの静岡県道180号富士宮、富士公園線交点までの延長13.5キロメートルは富士山スカイラインの登山区間、静岡県道180号交点から東へ御殿橋中畑の終点までの富士山の裾野を周遊する道路は富士山スカイラインの周遊区間の一部でもある。富士山スカイラインの登山区間は急カーブが連続するつづら折れの道路で、 例年11月下旬から4月下旬の期間中に、冬季閉鎖される。周遊区間は、林間を走るワインディングロードである。新五合目付近は、マイカーで、通行可能な県道の最高点で、標高2380メートルを持つことで、知られており、さらに登山道ではあるが、法令上の起点である、富士山町富士の宮口は、標高3712メートルで、 日本一高い都道府県道の地点で知られる。登山道の区間2400メートルという数値は高地で、高招致で実際にはこれよりも10メートルほど低いとも言われる。ありがとうございます。